父さんって呼ばないの。ここにトラインのやっている薬局があるんだね。いい、私たちが話すからあなたはじっとしててね。うん、我の何がいけなかったのか。傷薬に風邪薬に塗り薬、薬のお求めはありませんか？何でもありますよ。お、いた。商売熱心だな。あれがミールが恋慕っているという。会うの初めてですか？うん、もう何とも頼りなき、なさげな感じだな。我の趣味はああいうのが好みなのか？ミールさんっていかにも無人って感じの人ですからね。失礼ですけど。結構そういうもんですよ。人間、自分にないものを他人に求めます。そうだね。なんかミールがさ、キングダムに出てくる武将みたいなのが好きだったらさ、ちょっとショックだもんね。トラインぐらいちょうどいいんじゃないか。自分がしっかりしている人ほど、誰かの脆さに敏感だったりするんです。この人、私がついていなきゃいけないって思っちゃったりするんですよ。そういうもんなのか？なんか乙女心がわかる回だね。まあ、一般論です。一般論って言われました。すいません。ちょっといいかしら。何かご用ですか？この洗顔料とかいかがでしょう？新品なんです。これ一つで毛穴の汚れもピッカピカですよ。一つもらおうかしら。乗せられてる。おっとっと。実はあなたに話があってきたの。話？というわけなの。ミルさんが僕を？でもあなたはエルノアのことを。エルノアさんはとても気になる人です。でもミールさんも素敵な方だと思います。だけど、参ったな。お二人ともとてもすごくお綺麗な方だし。参ったな。あはははは、浮かれてる。おやおや。いだまあ、父としてはっきりとしろとね。貴様は何を笑っている。え？我の娘が真剣に悩んでいるというのに、貴様あれか、あの妖精の娘と両天秤にかけてもてあそぶつもりか。だ、誰ですかあなた。我はミールの父親だ。お父さん？貴様にお父さんと言われる覚えはないわ。てい。ナイスだね。またバカなことを言い出したら躊躇なく、どうして言ったでしょう。うちの姉が有言実行の人なんです。落ち着いてください、インベルノさん。すまぬ。だが父親として、どうにもこうにも、いくつでは片付かぬ心のざわめきが。まあそうだろうな。でも、これだけは確かです。二人とも僕の大切な仲間なんです。むむむ。心配するあなたの気持ちはわかるけど、ここは当人たちに任せるのが一番じゃないの？ですね。我はいずれ滅ぼされる、そういう運命だ。焦っていたのやもしれぬな。娘に何も知らず消えていく、愚かな父親なのでは。インベルノさん、お城に帰りましょう。だが、その気持ちをミールさんにちゃんと伝えるんです。きっとわかってくれますよ。そうかな、うん、わかった。トラインと言ったな、憂いを許せ。いえ、こちらこそ。さらばだ、また会おう。まっとうになっていたら。ふう、驚いたな。ミールさんがちゃんと考えなきゃいけないな。な！来た。ち。は、君は誰だ？気づかれれば。まあいい。覚悟！忘れてた。トラインさっきの戦略ってちょうだ。あなた誰？レイナのこのすっとぼけが。高奏者ね、天然がさ、役に立ったというか。何があったんだい？あなた何者？さっきトラインを押そうとしてたでしょ。ふっ、何でも隙はつけないか。いいだろう。知りたければ教えてあげるわ。我が名は、クシャナリリーベール。ふっ、知らずとも無理はないわ。私はこの世界からなかったことにされた女。どういう意味なんだい？我が悲願の達成のため邪魔されるわけにはいかない。問答無用ですね。どういうことだ。不思議の国の大冒険、いよいよ始まるのね。
主様、いらないわそんなもの。ひざまずきなさい。死の鐘が鳴るまでこの場で終わらない。まずきなさい。いやーいいね、かわいいね。主様、いらないわそんなもの。ひざまずきなさい。死の鐘が鳴るまでこのワルツは終わらない。ひざまずきなさい。私の凄さを思い知ったか。ふに生き生きせんな。青黒なかったことにされたってのはどういうことでしょうね。気になりますね。ちっ、さすがに多勢に無勢か。あなたは一体何者なの？なんでトラに襲ったの？君さっき何度もって言ったよね。まさか。うん、その通りよ。ミールもエルノアもすでに私の手に落ちた。エルノアさんとミールさんが、このトラインがさ、エルノアを先に言ってるっていう時点でさ、なんか、エルノアに気があるのかな？それとも、あいえよ順？どっち？まさかこの女。かすかだけどカオスラの気配を感じる。なりかけなのかしら。一体二人をどうするつもりなんだ。あの二人、そしてあなたを排除すれば私がエルノアの花になる。どういうことだ。何言ってんだこいつ。おい、お主ら、いつまでかかっとるんだ。魔王を待たせる。魔王もん、貴様はクシャン。リメルさん知ってるんですか。なぜ貴様はここにいる。エルノアの花になれなかった妖精の姫よ。何ですって。ち、インベルヌまで現れたらさすがに分が悪い。インベルヌもそういう扱い されるのね。ちゃんとやめろ、私に触れるな。うわーって、てか、なに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 、あなた何をしたの。だからやめると言ったんだ。ひどい、手がまるで酸を浴びたようにただれています。あの女の手を掴んだ途端に体に何か乗ってたのか。とにかく手当てを。これは植物性の毒ですね。解毒剤と中和剤を持ってきます。これ治るの。すぐ処置して回復魔法を併用すれば大丈夫です。グッジョブです。ちゃんと触るなって言ったからね、あいつは。うぅ、おい魔王のおっさん、あの、あ、シャクナだ。シャクナってのは何者だ。言った通りだ。本来ならあの娘がエルナの花として我を打ち倒すはずだった。だが、ある者のせいでな、あの娘は呪いをかけられた。触る者すべてを毒に侵し、枯らさせてしまう呪いにな。それで、だから触るなって言ったんだね。優しいな、だから。本人からすれば、望まざる結果だ。その呪いゆえに精霊の里の奥深くに自らを封じたと聞いたが、なぜ今更。エルノヤさんやミールさんもすでに捕まったそうです。なんだと？逃げたのはあんたの城の方角だったぜ。我が城にミール。はい、4つ目ですね。なんか事情がありそうな感じで楽しみです。行きましょう。滅びし者の希望。はい、エルノアがね使えるということだったので使っていきたいと思います。出撃。うん、起きたか。ミール、ここはどこ。私の城の関空だ。あなたもあの女に捕まったの。ああ、不覚を取った。何者なんだ、あいつは。あなたもわからないね。うん、悔しいが手も足も出ない。助けが来るのを待つしかない。父上が帰ってくれば、あんな奴、城を追い出したのが恨みに出た。そういえば、あなたのお父さん、うちに来たわよ。え、なんで？ガールズトーク始まるか。というわけで、あのバカ父上、気にしないで、私も気にしてないから。穴があったら入りたい。それでなんだけどね、あなた本当にトラインのことをその、待て誤解だ。トラインは頼りなさそうだが、いざという時はなすべきことをなせる、尊敬すべき友人とは思っている。だがそれだけだ。異性として男女の関係として彼を見たことはない。そうなの？じゃあ、あれはその、お前のことだ。私？え？まさか。本当か。違う、そうじゃない。その、私はその、ずっと、ぶ、一等辺で生きてきた。
同年代の友達もいなかった。だから初めてできた友達にどう接していいかわからなくなる時はあるのだ。だからそれで、そうだったの、そんな気にしなくてもいいのに。だって気にしなくていい、だから友達なんだよ。え、私はミールがそういう人だってわかってるから。だからあなたも気にしないで、あなたらしいやり方で接してくれたらいい。あ、うん、やっぱり親子のね、あなたとインベルのってどこがだ不器用だけど一生懸命なところ、私はもう気にしないから、お父さんと仲直りしなさい。うん。カツンカツン、誰か来る。お前は誰だ。え、ここまで追ってきたか。ごわわがしろ、わが来ることに何らおかしいことはない。おっと、そもそも追い出されたのがおかしいわけだからな。それな、エルノアさんとミールさんはどこだ。ふっ、二人ともここじゃない、別の場所にいるわ。あら、一人足りないわね。なんかどうしたの。あなたの毒のせいでまだ動けないでいるわ。そう、悪いことはしたわね。おや、意外な反応。私は触れるものすべてを枯らしてしまう。この呪いを解くためにも、私はエルノアの花になれなきゃいけないの。そんなことどうやってするんだよ。簡単よ。役割を担う者がいなくなれば、別の者が新たにその役割を配される。そうすれば、私の呪いも運命も変わる。なるほどね。ちょっと、過激だけど、そういう考えもあるのか。行くわ。だってうまくいくって、あいつだって言ってたんだもの。あいつ？それは誰のことだ？メイですよ。これは魔女っぽい感じだと思う、俺は。メイですよ。シャックン、大丈夫。安心して。メイの言う通りにしてれば、君は必ず望む運命を手に入れる。ハロー呼ぶ。聖獣エフェメロが黒幕だったのか。これはカワセラの気配。シャクナに残っていたのはエフェメロの残り香のようなものだったのね。魔王の香りがするみたいな。魔女の香りがするか。あんな感じね。ふん、茶番だ。下手な芝居をせ。どこに聖獣エフェメロがいるんだ。そこにいるのはただの偽物だ。何を言ってるのよ。どれだけ姿を作ろうが、下品だ。ゲスタ気配はごまかせぬよ。ロア、金髪の魔女。あはは、さすがインベルナだね。全部お見通しか。どういうことだよ、おっさん。あれはかつて我が仲間と共に滅ぼした、世界を毒に満たそうと企んだ悪しき者、金髪の魔女だ。マジか。その身は滅びたと思っていたら、死してなお、恩霊と化してしまったようとか。あ、化し、彷徨っていたか。ん？何度だって蘇るよ。そして必ず世界を毒まみれにしてみせるよ。なんでこいつはそんなに毒まみれにしたいんだ、世界を。おバカなシャクナちゃん、呪いをかけた本人に糸まっさり騙されてさ。エルノア始末しても君の呪いが解けるわけないし、君に新しい運命が巡るわけなんてないだろう。バカだねえ、バカ、ほんとおバカ。あははは。私はなんてこと。なんでこんなことをしたの。怨霊のままではカオステラの力を十分に使いこなせないんだ。本当はエルノアかミールの体を奪おうと思ったんだけど。まあいいや、呪いにまみれた体でもないよりはマシだし。え、まさか。君はもう用済みだから死んでいいよ。そしてその体を霊のものにするね。金髪の魔女ってなんかまた新しいね。うん、なかなか答えるな。父親なのでな、たとえよその子でも我が子と変わらぬ年の娘が難儀してれば放っておけんのだ。愚かだねえ、魔王インベルノ、この腐れ下道が。めっちゃ怒ってる。エルナーとミールはメイが捕まえているんだよ。合図一つでメイの部下を殺しちゃうだよ。マジで言ってるんですか。徹底して卑怯者ですね。ここまで悪者いたか、グリムノーツに。そりゃ笑うよ、悪党の裏をかけたんだから。何を言って、ん、お前はなぬ、バカな、なんで。種明かしはこうだよ。あら、トライにコネクトしておいたんだ。まんまと騙されたね。あなたは私のせいで動けなかったんだ。大丈夫、トラインとレイナのおかげで治ったよ。
この城に入る前に僕は別行動を取ったんだ。城に忍び込むためにね。どこから？どうやって？ここは我が城だ。我しか知らぬ抜け道もある。なるほど。おのれー。下手な芝居をする余裕もなくなったみたいだな。覚悟しなさい。なんでこの城に立てこもったんだろうな、あいつは。そもそも。あなたはお父さんについていたわけで。エルノア、私と同じエルノアの花になるはずだった女の子を二度も苦しめた金髪の魔女、エルノアの花として許せない。エルノア、あなた。来ました。エルノアの必殺技も近いところだね。ひざまずきなさい。お、希望を抱いて。いけ。オッケー、ちゃんと倒せたね。こっちのエルナもいいよね、かわいい。火の鐘が鳴るまでこのワルツは終わらない。ひざまずきなさい。まさか、ちゃんとエルナで倒した。おのれ、おのれ、嫌だ、死にたくない。貴様はもう死んでいる。金髪の魔女よ、古き者は新しき者のために道を譲らねばならぬのだ。そんなこと認めない、認めない、認めない。古き者の滅びによって新しき者に教訓を残すこともできる。それがさらに次の新しき者に継がれる。それを希望と信じることができなかったのが貴様の真の罪だ。うるせえ、消えよ、魔王っぽい。ギャー、終わったわね。父上、お怪我は？問題ない。魔王だからな。かっこいいね。魔王だからな。インベルの私は。お主も気にするな。元はといえば、我がちゃんと滅ぼさなかったことが原因だ。あなたのこと、もっと早く知るべきだった。私は。感謝なんてしてないんだからな。仲良くしてくれ。ん？おや？何ですか、いきなり。だけど、今回だけは、ありがとうとだけ言っといてあげるわ。なんだったの？あの娘は金髪の魔女の呪いゆえ、誰かに触ることも、誰かを愛することも許されなかった。なので。感謝の言葉も口にできなかった？うむ、だがその呪いもやっと解けたようだな。まだ慣れるまで時間はかかるだろうが、あの娘にも、いずれ良き運命が巡ってくるだろう。それならよかった。ミール、いろいろとすまなかった。我はいろいろと足りぬところがありすぎる。お前に無用の苦しみを味わわせてしまった。そんな、父上、それは違います。そうです。あなたはミールだけじゃない。私はトライニー。いや、シャクナ。次の世代にまで深い思いを抱いてくださっている。あなたは立派な人です。魔王はそんな風に言われるとはな。だが悪くはない。時折暴走したけど、基本的に人のいい親父さんだったな。そうですね。ちょっと羨ましいくらいです。ところで見るよ。これは爆弾の予感。はい、父上。で、やっぱり好きな子ってのはこのトラインくんなのか？それならそれで、我も覚悟を決めなきゃいけないなぁ、と。父上。相変わらずやなぁ。え、なんで？なんて言えばいいのか。もうどうしようもないわね、このおじさん。さっさと調律して全部元に戻すわよ。見るよ。父は何を間違えた？もう喋るな、これ以上お前は。混沌の渦に飲まれし語り部よ。我のことの葉によりて、ここに調律を開始せし。開始せし。この倉庫もこれで一件落着ね。うん。でもさ、ちょっと思ったんだけど、インベルナさんは運命通りならいずれエルノアさんに倒されるんだよね。本人はその滅びすら受け入れていたみたいだけどな。あれ、あなたたちインベルナさんのお知り合いなんですか？君は聖獣エフェロ。ウッドです。こっちは本物のようですね。はて、本物？いや、こっちの話。ようやく命の出番なのでやってきたのです。今回はインベルノさん、ちょっと時間かかりすぎてて、かかりすぎで遅れちゃいました。
後悔？冬が終われば春が来る、春が来て夏が来て秋になって、そしてまた冬になるのです。メイとインビルノさんはそうやって世界を交互に巡ってきたんですよ。さあ急がなきゃ、皆さんもうすぐ春ですよ。春らしいイベントだね。長い時をかけてインビルノさんはまた蘇るのか。そうやって人々を見守り続けているのね、あのおじさん。姉子見てください、エフメロの奇跡、足跡から春の草花が芽吹いている。これが聖獣、あ、霊獣ね、ごめん間違えてた、ずっと霊獣エフメロの力なのか。まさに春の足音ね。春ですね、桜も咲きます、そろそろ。はい、スプリングハズカムでした。結構ね、ゆるいイベントだったんですけど、最後はね、みんないい子たちになっていい話だなと思いました。またね、よければご視聴お願いします。では、またね、バイバイ。